ズバリなんですけどね、あなたの身長伸びてない理由ね、効果発表していきたいと思います。が足りてないと身長ってめちゃくちゃ伸びなくなります。身長美容医師学科生成計画専門医身長先生こと田原です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日お話しさせていただくのはズバリね、身長が伸びない理由についてお話しさせてください。あなたの身長伸びてない、もしくはあなたのお子様の身長伸びていない場合はね、ぜひこの動画を見ていただくと参考になるかと思います。ぜひ最後までご覧ください。ズバリなんですけどね、あなたの身長伸びてない理由ね、効果発表していきたいと思います。身長伸びない理由、まず一つ目は成長ホルモンが分泌していないから。まあ例えばなんですけども、成長ホルモンっていうね、ホルモンがあります。脳の下垂体から出てきて、それがね、骨に働いて身長伸びるっていうのは有名な話になります。まあ、それを、まあ、逆の逆手を使うと、成長ホルモンっていうのはものを外部が投与してあげると身長伸びるわけですね。まあ残念なことにですね、成長ホルモンが分泌が不全な子、まあ足りない、まあ、もしくは出てない子を成長ホルモン分泌不全症なんていうふうな病名がついたりもします。まあそういった状況ですとですね、身長が低くなりますので、もしかしたらあなたの身長伸びていないのは、まず一つ目、成長ホルモンが分泌してないから。そして2つ目は甲状腺ホルモン。甲状腺というのはここですね、こういったところなんですけども、こういったところから出てくるホルモンで、そういったのが異常をきたしても身長は伸びなくなる可能性があります。ということで2つ目はあなたのもしかしたら身長が伸びないのは甲状腺に異常があるからかも。そして例えば3つ目はですね、ここからは少しちょっとリアリティ、まあ、より一層そういった人が増えてくるってところですけども、まあ、あなたの身長が伸びないのはズバリ遺伝。例えばなんですけども、意外とですね、お父さんとお母さんの身長が低いのに自分だけは高くなる、もしくはお父さんとお母さんの身長が低いのに自分の子供だけは高くなるというふうに少しまあ期待をしてしまっている、まあ、もしくは期待値が上がりすぎてしまっているというケースがありますので、まあ、そういったところは注意になります。まあ、単純にやっぱり遺伝的に身長伸びてないという可能性はあると思います。例えばですけど、こういったパターン結構あるのでご注意されてください。言うと、お父さんとお母さんがすごく身長が低いのに、小学生の時にめちゃくちゃ お子さんは身長が高いパターン、成長シートでいくとずっと左になだれ落ちるタイプのパターンがあるんですけど、そういった場合だと非常に低くなるというか、最終的に遺伝身長に落ち着くケースが多いですので、そういった成長シートをね、計測されている方はご注意されていただくといいんじゃないでしょうか。次、身長伸びない理由ってことで、ズバリですね、早熟の場合は身長伸びません。早熟と晩熟っていうようなタイプの表現を私はよく使っています。平均的に伸びていくのか、早熟なのか晩熟なのか、いわゆるまあ思春期症状が早く出る子が早熟ですね、春期症状が遅く出る子が晩熟っていうところになります。で、早熟になってくると身長って低くなります。まあ、例えばなんですけども、男性であればですね、12歳未満で声変わりをするとか、女性であればですね、まあ、9歳未満で乳房が発達するとか、そういった状況の方ですと、いわゆる早熟判定というふうに私しています。まあそれらの判定はですね、早熟動画が超早熟ですね、まあ、そういった場合非常に低くなるので、思春期が早いという方はね、身長伸びていない理由がそこにある可能性がありますので、ぜひご注意されてください。ただここの思春期に関して言うと、ある程度治療で改善することもできますので、まあ、できるだけ早い段階でそういったのを気づいてあげて治療に向かってあげるというのは必要だと思います。次、ズバリ栄養が足りてないから。まあ、例えばなんですけども、鉄が足りてないと身長ってめちゃくちゃ伸びなくなります。まあ、過去の動画でも何度も説明してますけど、1歳半のねデータとか見てみると、鉄が欠乏して貧血状態でね、そこまですごく鉄がね欠乏してしまうと、伸び率が 44% も低下するっていうところに言われてますので、 44% 半分ですね、簡単に、ね、鉄を欠乏するだけ 44% 伸びていないという可能性があるでしょうと。例えば他にもですね、アミノ酸、必須アミノ酸が欠乏してしまうと身長って伸びなくなりますので、もしかしたらアミノ酸が足りてないか身長伸びない、そういった可能性もあると思います。そして、まあ、他の病気もありますね、身長伸びていないというか、最後お伝えしたのは遺伝子変異ということで、まあ、特殊な病気もありますので、そういった病気でも身長伸びていないっていうケースがあると思います。まあ、概ねですね、まあ、実際問題は今病気の話と、まあ、いろんなところで話をしたんだけども、多くの場合はいわゆる病気ではない、特発性ってことですね、まあ、体質ですね、まあ、簡単に言うと今の医学だとよく分かってないっていうところはほとんどになりますので、まあ、そういった場合ですと、やっぱり、ね、徹底的に生活習慣を改善していったりだとか、あとはまあ栄養状態を、ね、徹底的にコントロールしてあげて極めていい状態に仕上げていくとか、外部からですね成長ホルモンを投与するとか、まあ、そういったような形で身長を伸ばすことを私はやっております。はい、ってことですね、まあ、今回はですね、ズバリなんですけど、身長伸びない理由について皆さんに説明させていただきました。今後も身長に関することで全身全霊で配信していきたいと思います。身長伸ばした人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。